この番組は再生リスト形式です。最後に紹介するアーティストはウルでアンビハレント。現在じわじわと人気が高まってきているアニメ薬屋の独り言の第2クールのオープニングテーマに抜擢された。ウルはもともとカバー動画を YouTube にアップする活動を行っていたシンガーソングライター。驚きはレパートリーとジャンルの幅広さである。小田和正、サザンオールスターズ、スピッツ、エグザイル、世界の終わりなど、彼女のスタイルを保ちながらもきっちり歌い分けることによって多くの年代のファンを獲得してきたようだ。そのウィスパーボイスは健在。最新作アンビハレントではプロフェッショナルたちの手が加わり、今までの彼女とは違った新たなシンガーとしての一面を楽しめる作品となっている。今回は彼女の公式 YouTube チャンネルからリンクされていた東宝アニメーションチャンネルの短めのプロモーションビデオだが、フルバージョンアップにも期待したい。それではどうぞ。